グリーンバスの車両西部バス日のポンチョ、東村山駅東口から新秋津駅線、グリーンバスの車両西部バス号車日のポンチョ、東村山駅西口藤見町4丁目、久米川駅南口線、グリーンバスは東京都東村山市のコミュニティバスである。西部バス小平営業所が運行を受託している。2003年1月21日運行開始。運行開始時は、 銀河鉄道も運行受託していたが、2014年6月1日より西武バスが単独で受託している。銀河鉄道が乗り合いバス事業に進出するきっかけとなったコミュニティバスでもある。東村山駅を起点に以下の4路線が運行している。年末年始の12月29日から1月3日までは運行休止。2003年1月21日より運行開始。 当初は、西武バス小平営業所及び銀河鉄道が運行受託。なお、銀河鉄道は乗り合い事業の許可を得るまで貸切免許で運行していた。2014年6月1日より運賃改定。収支率改善と公平性確保のため、西武バスの多摩地区での路線バス初乗り運賃と、同額の180円に値上げされた。 同年の運賃改定時より、グリーンバスの全路線で、パスもスイカなど交通 IC カードの利用が可能となった。従来より発行されている回数券は引き続き利用できる。また運賃改定と交通 IC カード導入に伴い、西武バス小平営業所の単独受託となり、銀河鉄道は、グリーンバスから撤退した。最新改定日、2008年2月17日、 最新改定日、2010年4月1日前停留所、記載。最新改定日、2016年8月1日前、停留所記載。2010年4月1日に、経路変更を実施した。2010年3月末までは、下記の経路であった。実証運行開始日、2016年9月1日、前停留所記載。西部バスでは2007年、 銀河鉄道では2012年よりノンステップ車両への代替が始まり、現在の車両はグリーンバス専用カラーの日のポンチョに統一されている。車両ラッピングの柄や色合いは路線ごとに異なり、東村山駅から新秋津駅系統及び、久米川町循環はポンチョのロングボディ、諏訪町循環はショートボディが使用される。また自称運行中の東村山駅西口。 久米川駅南口循環では、諏訪町循環、久米川町循環用の予備車として用意された、ショートボディが使用されていた。なお、運賃改定時に西武バス単独運行となった際、銀河鉄道で所有していた、グリーンバス専用車両は、西武バス小平営業所に移籍している。2003年の路線開設時は、西武バス、銀河鉄道とも専用塗装の日の、 リエッセの CNG 車が使用されていた。CNG 改造はフラットフィールドによる。両車ともにリエッセの CNG 改造はフラットフィールドによる。車両点検などによる大掃除の予備車として西武バスはリエッセの路線塗装車を東山都市チョコバスと兼用していた。また銀河鉄道ではリエッセの一般路線車を東村山青葉。 オンタ朝鮮と兼用しており、稀に、小平学校専用の日産ディーゼル RM が、代走することもあった。ABCDEFGHIJKL コミュニティ、バス、路線図、時刻表、運賃東村山市公式サイト、コミュニティバス、バス利用特典サービス、東村山市公式サイト2017年7月28日、金額式、IC 定期券。 西武バス i c 定期券のお取り扱い、西武バス公式サイト、西武バス全線乗り放題1デイパス西武バス、公式サイトハット AB コミュニティバス、グリーンバスの運行車両東村山市公式サイト、バスジャパンハンドブックシリーズ R51 西武バス、BJ エリターズ、2004年1月1日発行。ISBN4 から434040715、バスラマ。 インターナショナルナンバー77特集小型 CNG バスの新しい動きポルト出版2003年4月25日 ISBN4 から899800770ありがとうございます